ーです。今日はタイガーとメヒコに来ました。はい、地元の人は来ない、メヒコです。波は来ねえな。お袋とメヒコに来ました。この間の地震はどうだった？地震、お風呂に入った途端に地震が来ました。普通お風呂に入ってこれかなっていう時に地震が来て、もう地震が来て何十秒も経たないうちに運用から電話が来て、うん、なあお風呂だから後で電話するわって言って、もう一回お風呂に入ろうと思ったら、お風呂がジャンプリ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 でお風呂に入れなくて、とにかく早く着替えようと思ってたら、今度サトボーから電話が来て、うん、まったくもう本当にお風呂入っていいよものやら着替えなきゃならないやら大騒ぎしてる時に、今度アコさんから電話が来て、うん、今お風呂だからもう一回こっちから電話するからって、それからまだお風呂がジャンプン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 揺れてて、地震なのに風呂入ることないじゃん。風呂入ったら地震が来たのよ。もう一回温まろうと思ったら、風呂がもう波で揺れ揺れ揺れ風呂に入れるとこじゃない、もうブルブルしながらもう風呂から出て、まあいつまた余震が来てもいいように着替えなきゃと思って、着替えたら寝巻きだったので、まあこれでもしまた地震が来たらもうどうにもこうにもしょうがないと思って、まあ慌てましたわ。はい無事で何より。メヒコのカニピラフ L だけど、なんか昔と比べて全然大きくない、普通サイズ、大盛りでもないぐらいだね。これで L なの？うん、あのうちの猫のペロタンでも食べちまいますって言ってた。うん、猫の餌ぐらいの量。これはステーキピラフのレギュラーサイズ、普通です。これでも上なの？少ないよね。これであげようか。サチオさん、ごちそうさまでした。大変美味しかったです。またね、またこれね、ちょっとこれ食べたの？そう、これが美味しかった、ステーキピラフ。あんまり入ってた？量は少なかったな。そうでしょ、カニピラフね、量が少なかった。うん、昔と違うね。行こっか。お袋とドライブしてます。はいはい、ユニマルです。誰もいない。車検受ける。それまでこれに乗ってます。はい、これから下に戻ってシャンウェストに買って帰ります。いいですか？降ります。あのさ、今さ、飯食い行ってきたよね。はい、うちの査定です。出てきました。片木の仕事をしてます。はい、何か一言どうぞ。俺は勘違いして6本、1トンの6本だと思ってたよ。いや、違います、1トンの10本です。そしてワイドボディになると、左が5本、右が6本、うん、11本詰めるんですけど、バランス的に良くなかったね。だけどそれはもうやめた方がいいですね。これボールペンある？4畳半のロングボディに1200のタンクを、10本で、積載正味1トン200弱、3つと氷を入れて、ですからだいたい最大積載量で12トン弱、
そしてトラックの重量が約5トンから6トンの間ということは、16トンの 最大荷重16トン、16トンをタイヤ750、あの当時のサイズ750のタイヤで、6本のタイヤでそれを支えるということは、16トン割る6、いくつ、2トンから3トン、まあ2トン700ぐらいの計算、750で2トン700から3トンまでというのは、もう限界に近い重量となるわけで、ちなみにこれを、ファイターのワイドボディにおいて11トンの積載を超えたとき、あれはね、佐賀県の唐津で、イワシの生を積んで、そして大分の工場に向かう途中、熊本の高速道路、北熊本のインターの手前で高速でダブルバス、高速降りて57号線、武田の上り込みでフロントのバス、結局、積載11トンは持たないという結論。ということは、常時、慢性的に積載量10トンということは、4畳半の積載量としては限界であると思われます。俺だってしょっちゅうバーストしたよ。コーナー、カーブでちょっと油断すると。まあ、そうだな。だから結局、あの頃のタイヤの性能というのはそこまでしかなかったということで、また、あの時履いてたのが750。でもう一つサイズの上のパー25というのがありまして、パー25であればまだ、荷重は積載荷重は増やせたんですけども、今度ブレーキが持たない。タイヤどころじゃなくてお前さ、首折れてたじゃん。首折れたまま走ってたじゃん。何なの。いやですから4畳半のフレームにおいて、積載量、まあ、要は積みすぎたってことだね。ああ、だから、一番フレームの弱い部分、要はキャビンとボディの付け根、ちなみにあれはね、卓用水産という活業者の上がり車で、あれはフレームの補強がしてありました、あの車。そして、うちの会社で買い取った時に一度ボディを上げて、縦根座をアルミでやり替えて、スプリングを後ろ2枚増してるんですよ。ということは、ローリングを少ない、自重を低く、車を作り替えて、その分、加速帯に対して、リーフスプリングの親を2枚ずつ左右増しておりました。そして、だけどね、あの当時のフォワードのエンジン、195馬力のターボ車。あれ、お前のターボついたんだよね。私のはターボついた。俺のターボなしだ。ターボなしで175馬力。まあ、今でいう現代において2トン車のエンジンぐらいかな。2トン車、今170馬力あるのかな、今。まずいつの話か言ってくれよ。平成、昭和から平成にかけてのくらいの話ですね。平成の初めの頃の話。ただ我々が乗っていた4畳半は昭和57年6年ぐらいの方なので、当時としてはもう相当片遅れのひどかった車でしたね。はい、ですから化石祭において、結論は4トン車で、10トン以上の荷を積むときは心して皆さん運転してください。そんなやついねえよ。今回のお話のまとめです。4畳半において積載は10トンまでとしましょう。それとスプリングが折れるのは重量を積むから折れるのではありません。空車で叩くからスプリングが折れるのです。空車で飛ばすときはゆっくり、段差を気をつけて運転してください。それでは今日の動画はここまでです。